任期満了に伴い7日行われた東京都知事選は、現職の小池百合子氏が約290万票を獲得。2位に125万票余りの差をつける、圧勝で3回目の当選を決めました。投票率は60.62%と前回を大きく上回り、都民の関心の高さが表れた今回の都知事選。当初、小池氏と前参議院議員。 蓮舫氏の一騎打ちになるかと思われましたが、結果を見れば蓮舫氏はまさかの3位。前屋喜多方市長、石丸真嗣氏が急速に支持を拡大し、蓮舫氏を追い越す形となりました。蓮舫氏の敗因、そして石丸氏、大健闘の理由はどこにあるのか。JNN が言った期日前投票を含む出口調査の結果の結果に。 取材を加味して投票の動向を分析しました。共産党との協力の在り方を考えないと、蓮舫氏は全面支援の立憲支持層も7割止まり。小池氏、蓮舫氏はいずれも無所属として立候補していましたが、小池氏は院に、そして蓮舫氏は要に、組織的な戦いを展開していました。自民党、公明党は水面下で小池氏への支援を呼びかけた一方、 裏金問題の影響を懸念し、小池氏が表立った支援を受けることはありませんでした。しかし、結果としては自民支持層の約7割、公明支持層の約8割を固め、盤石の参戦となりました。選挙期間中、一貫して公務優先の姿勢を崩さなかった小池氏。6日の最後の街頭演説も、都内を襲った豪雨対応のため約10分で切り上げ都庁へと戻るなど、 街頭演説以外での支持固めに自信をのぞかせていました。一方の蓮舫氏は立憲民主党を離党し、無所属として出馬しましたが、立憲民主党の全面的なバックアップを受けながらの選挙戦となりました。共産党も精力的にビラ配りを行ったり、田村智子委員長、志位和夫議長が応援に訪れるなど、支援を惜しみませんでした。立憲と共共産の共闘は 前回衆院選で立憲共産党と揶揄され、立憲内部にも懸念の声はあります。ただ、立憲の都連幹部は、東京では立憲共産党の批判は響かないと主張。共産党が前面に出て選挙戦を展開しました。